鈴木祐介です。フリーランスで映像制作の仕事をしています。作品を作る上でいつも意識しているのはやっぱりクライアントワークが多いので、依頼主の方のなんか やりたいことを具現化するのをベースにしながら、いかにどうやってその時代時代で自分がやりたいことを落とし込むか入れるかってことを意識しています。富士フィルムの魅力はやっぱりそのルックがいい、いろんなメーカーさんからカメラ出てると思うんですけど もう全部綺麗じゃないですか。綺麗には映るだけど、なんか面白くないなって思ってる時にちょっと使ってみたらすごく良かったっていうのと、今度出演してくれたあの役者さんがいるんですけども、彼女を撮る時にその富士フィルムのカメラで撮るとものすごく相性がいいというか、ポートレートとか撮ることが多かったんですけども、その現場で何かその撮った時にもう見た目でこのまんまこんなに撮れてるよっていうのが表現できるので、これもクライアントワークやる時にものすごくコンセンサスが取りやすいっていうのは実感としてあります。XH2 のファーストインプレッションで言うとコンパクトだよなっていうのは印象としてあって、このちっちゃな筐体の中で 8K が撮れる、内部収録で撮れて、しかもプロレスで撮れるっていうのはすごいことだなって普通に実感としてありました。今まで僕は 8K の その撮れるカメラ持っていたんですけど、 8K を 8K として作ったことなかったんですよ。夏に撮ったテストフィルムの時に感じたことなんですけども、いつも通り映像って僕は引き絵の情報鏡と寄り絵の情報っていう組み合わせで映像って紡いでいくものだと思っていて、その通り作ってったんですよ。引いて寄って引いて寄っての繰り返しだけども、それで作ってみると 8K だと寄り絵の絵があんまりいらない印象がちょっとあって、多分人間の視覚解像度に 8K がちゃんと追いついてきたから、引き絵をずっと見ていたいと思ったんですよ。今回のショートフィルムではほぼフィックスで、ほぼ引き絵で、アップは本当に数カットあるかないかなと思うんですけども、そういう作りをしました。何か見つめるとか自分の日常のような感じで見られるようなもの、だから 8K のモニターで見ていただきたいのが一番なんですけども、 8K で作るってことはそういうことなんだなってことを XH2 を教えてくれた気がしています。今回の作品はエテルナをベースにはしようと思っていたんですけども、 F ログで撮りました。で、富士フィルムから F ログに対してエテルナのラットがあるんですよ。で、今回は特にそのエテルナをベースにアレンジしたラットを作ってます。それを現場で当てておいて、編集もスタートポイントをそれにしてから、無理がないように破綻をしないようにやってるので、全然内部収録10ビットなんですけども、不要なクオリファイアもしてないので10ビットで十分綺麗な映像が出来上がったと思います。僕富士のカメラはなんか若い人っていうか、これから始めたい人とかにすごい勧めたいなと思ってます。今ルック迷子というか、かっこいい映像を探していくと、みんなフィルムルックを探したい。で、それをどうやってなんかカラーグレーディングで作ろうかってやるけども、見たことないから作れないですよ。だけど富士は初めから美しいものを出してくれるから、フィルムシチュエーションいっぱいあります。そこにもっとこうしたいってなった時には、初めてログで撮る、そしてカラーをやるっていうのが一番正しい順序だと思ってます。だからぜひこれからやりたい人とか、なんかつまんないな、撮っててつまんないなと思ったら、絶対富士のカメラは僕はおすすめしています。